ハッピーニューイヤー。新年早々煙臭いよ。今回は約7年ぶりのオイル交換だよ。いくら動かしていない場合、7年熟成させたオイルでは忍びない。というわけで早速交換するよ。固着してるのかってくらい、ドレンボルトが硬かったよ。7年もののオイルをとくと見よ。意外と綺麗？いや汚い？ただなんか色味が変。7年とか7年以上経ってるやつなんで、なんか色が変ですね。綺麗っちゃ綺麗なんだけど。オイルは 0.8 リットルだよ。ヤマルーブを投入。ドレンは閉めようね。大地にオイルを吸収されるよ。ロートを借りたけど紐がオイルまみれの罠。新品オイルは本当に綺麗だね。オイル交換は実動車用になった証でもあるね。忘れかけていたパーツを取り付けるよ。 DLM のエンジンガードは樹脂製。軽量化への強い意志を感じる一品です。ただ耐久性はどうなんだろう。トライアル競技に耐えられるのかな。友人自作のハンドガードも取り付け。オフ車では定番装備だけど、トライアルでは知らないです。このクソ寒い中でも平気でエンジンがかかる変態ツーストの鏡だよ。細かい部分はまだまだ要調整だけど、ひとまず冬眠だよ。あまりの冷え込みに、ジョイ君投資。ジョイ君蘇生作戦。外に放置されていたバイクが室内に。こいつはヤマハ、チャンプ。それしか知らない。現状は完璧な駆動車。エンジン始動チャレンジとして遊ぶそうだよ。チャンプのカバーを外したいと思います。おかしいだろこれ。あの乗せてあるだけっていう、いくら古くてさ爪がちょっと弱いかもしれないけど、なんだろう、ね、もうなんかちょっと足ぶつかっただけで取れるよ、ね、取れるなこれ、すごいなこれ。あれがね、壊れててね。これバッテリーどこさんだね、どこにあるんだろうね。俺最初ここだと思った。俺も最初そこだと思った。うわご苦労さんご苦労さん。あのね土みたい、腐葉土に見える。腐葉土腐葉土、うん、あの砂場の砂みたいな。こうやって見るとエンジンがでかいんだ。なんか全体的にすごいね。頑張ってキャブレターを守ってる。どっから外していけばいいのこれ。全バラになっちゃうよ。結局タンクまで外すことになったよ。というかほぼエンジン以外外す感じに。16時くらいですが吐く息はゴジラのようです。タンクがなかなか外れないよ。外れた。どうやっても外れないパーツがあるよ。
キュッといきそうなんだけど、なんとかインチキできねえのかなこれ。外れた、外れた。結局ほとんど外したよ。カバーちゃう。ああ、鼻が広がった。あと少しずついつも引っかかんのかなこいつらは。本当に少しずつだね。なんつうか常になんかのどっかで引っかかる。やっとようやく外せたよ。うわなんかもうほんと古いタイプの昔のツーストって感じのシーンだ。回るんか、すげえな。回るな、すげえな。もうちょっと固着して泣きを見る羽目になるかと思ってたよ、俺は。ずいぶんあっさりと外せたな、すげえ。過去に一度外して塗装をしている。そうだよね。一回焼いて抜いてんのかな、塗ってんのかな。火花が飛ぶかチェック。ちゃんと火花が飛んでいた。うん、十分じゃない。軽く手でやってるだけだから。うん、よっしゃあ、これ。バッテリーはフロントにあったよ。立てねー、怖くて立てねー。果たしてエンジンはかかるのか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。思いつきの動画だから次の時にはすでにエンジンがかかっているかもしれん。その後はジャンクでヤフオクかな？とりあえずよかったら他の動画も見てね。